石垣ラジオ。この番組は石垣島のパイン農家ラッキーこと荒木俊之と、毎日アースクリーンをしている報道会社縄文企画の田中秀典が、石垣島の魅力あふれる人物をインタビュー形式で深掘りしていく番組です。はい、石垣ラジオです。石ラジです。こんばんは。こんばんは。おはようございます。はい。でオープニングテーマは吉田さんの、じゃなくて今日のごめんなさい、なんか今日のテーマは、はい、ラッキーさんの、はい、もう一つのポッドキャスト番組っていうのがあって、はい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 、僕存在は知ってたんですけど、はいはい、実はあの相方ながら聞いたことなかったんですよ。はいはいはい、ひどい話で、ひどい話ですよね、本当に。ごめんなさい、本当 に、はいはい、にあれいつからやられてたんでしたっけ。覚えてないけど、はい、いつだったかな、忘れたな。でもとにかく喋るのが上手くなりたいっていうのと、はいはいはい、日々考えるテーマについて語る場を作ろう、はい、いやもう本当に脱帽というか、なんで今まで聞かなかったんだろうなっていうか、実はその樋口さん、古典ラジオの樋口さんが出ていただくぐらいの時から、はい、やっぱり自分全然話聞けないし、なんか半年間こう荒木さんと一緒にやってきたんだけど全然喋りも上達してねえしみたいな思いがすごい出てきて、はいはい、でやっぱり荒木さんはどんどん上達してるなっていうのもあってですね、ちょっと聞いてみようと思って、春沢のつぶやきっていうポッドキャスト名なんですけど、新しいの聞かずにちょっと最初から全部聞いてやろうと思って、最初から1話大体10分なんですよね。そうね、大体10分ぐらい。そうそう。で、毎朝、車で、ゴミ拾いに行く途中とかに聞くようになったら、もうなんかね、やめられなくなっちゃって今3月の20日ぐらいまで行ってます。あ、3月の末ぐらいまで行ってます。あ、そう、はい、意外とポツポツ上げるから本数はあるはず、はいはい。あれ毎日上げてるんですよね。毎日じゃない。あ、そうなんですか。毎日とか決めないようにして、話したいことがあるときに話すっていう感じ。あ、そうだったんですね。で、大体畑で撮るっていう、そう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 、感じになってる。畑で撮るからラッキーさんの、今何やってるかとかパインのこととか、あ、かぼちゃか、かぼちゃのこととかもだいぶ詳しくなったし、今かぼちゃ、ヒデが今聞いてるのはかぼちゃ、ね、かぼちゃですね、そう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 。あとは毎回毎回アラームが鳴るんですよ。そうそう爆音で、ね、そう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 。でもラジオ聞いていきなりアラーム鳴るから、もうでも編集もしないし、はい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 、要するにもう人は聞かなくていいと思ってやってるので、自分の練習、もうそこは割り切って、はいはいはい、アクセス数とかも別にそんな気にしないんだけど。ああ、そうなんですね。でも結構ファンというか、いや聞いてくれる人いるんじゃないですか。なんかね、アップルが聞けないらしくて、アップルポッドキャスト。ああ、そうなんですね。だからそれでなんか、聞けないみたいな話を聞いたことあるけど、まあそれすらも別にこだわりがないので、はいはいはい、自分の練習と思ってやってる。あ、本当ですか。やっぱりね、その自分のポッドキャストで話すことをこっちで話したいと、今日もあったんだけど、はい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 、だそういう自分のネタをこう磨く場でもある。あとは自分の過去をやっぱ、失敗してからとりあえず話してみる、はいはいはい、でこれを繰り返すと、やっぱ余計なものが削ぎ落とされて、はいはいはい、やっぱ人に伝えやすい内容っていうのが出来上がってくるから、ね、はい、もうひたすらそれをやってるだけ。あ、本当ですか。いや、もう聞き続けます。あ、いや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 何が良かったかって。何が良かった、なんだろうな、全然俺分からんよな。いや、でもやっぱりそのなんで農業を選んだかとか、まあ美味しいビールを飲むためだとか、あ、そうだね、まあ、いろいろそういうなんとなく知ってたり、その作り方とかもなんとなく聞いていたりとかをするんですけど、やっぱりそれをこう一人語りっていう口調で聞けるっていうのはすごく新しい感覚だし、あとはよくその僕たちの石垣ラジオのことを話してくれてたりもするじゃないですか。なんでなんかそういったこともこう、まあ自分も同じ場にいたりとかしたことを荒木さんはどういうふうに感じたのかとかっていうのが
聞けたりするんで、なんかそういうのもすごい面白いなと思って聞かせてもらってます。自分の気持ちの整理もできるし、うん、なんか結局今ヒデが言っていることをやりたくてポッドキャストやってるわけよ。その自分を知ってもらうというか、うん、はいはいはい、うん、そういう意味でも興味持ってくれた人が聞いてくれて、うん、はい、人となりをなんとなく分かってくれる、うんうん、っていうツールでもあるんで、はい、うん、まあそうやって聞いてもらえてるならじゃあよかったなと思うし、別に聞いてくなくてもいいんだよ、はい、っていう割り切りが大事、はい、だ期待しない、うん、そうですね、そうそうそう、はい、ってことで、はい、本編いきますか。いきましょう。俺の入ってる、うん、うん、あ、ごめんごめん、じゃあ本編いきますよ。はい、今日は、うつ病、うつ会うつ病を語る会雑いうつ病ということで、今の声は、あ、ちょっと待って、第2回ね、うつ病を語る回ということで第2回ですね、第2回なんで飽きましたね、飽きました、飽きました、はいはいはい、で、今の声は、今の声はひろちゃんでしょ、ひろちゃんです、ね、しもじ、数少ないファンが、根強いファンがいる、怖なファン、しもじひろゆきさんです、あ、どうもこんばんは、ようこそようこそ、あと、もう一人、今日いろいろ語ってもらう側で、はい、来てもらいました。そうですね。一回石垣ラジオ のゲストでも、はい、ゲストでカバン持ちで来てくれた吉田健ちゃんで、はい、よろしくお願いします。健ちゃん、ミスター引きこもりと呼んでください。今日はミスター引きこもりの過去を明かしていく回ということで、はい、そうですね。よろしくお願いします。はい、お願いします、まあ。簡単に説明すると、下地さんも、うつ病の経験者。まあ、なんね、とりあえずね、うん、まだ聞いたことない人がいるかもしれない。で、はい、僕は、うつ病の親を持った、ああそうだ、経験がある、うん、はい、うん、人間で、まあ、今回ケンちゃんも、まあ、完全なうつかどうかわからないけども、うん、まあ、ほとんどうつ的なぐらいまでの症状にはいったよっていうことだったんで、うんうん、まあ、むしろね、はい、俺はね、そのぐらいの症状で苦しんでる人の方が多いんじゃないかなと。はい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 、だからそういう意味でも、うん、話を聞いてて、で、なんだろうな、悩んでいる人がこの話を聞いてくれて、うん、もしかしたら解決する何糸口がつかめるかもしれないし、つかめなくても、ね、うん、とりあえず、うん、音声の記録として残しておくと、うんうん、誰かいつか誰かの役に立つかもしれないなぐらいの気持ちで、はい、うん、そうですね、ちょっとやっていきたいなと思ってるんで、うん、はい、で実は意外と聞いてもらってんだよね、うん、そうなんですよね、うん、第1回が、第1回が、そうです、そうです、そうです、意外と聞いてもらってて、だからやっぱりみんな関心はあるんだよね、うん、うん、なので今日も明るく、楽しくうつ病を語っていきたいなと思いますんで、下地さん、はい、ケンちゃん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、はい、まあ、まずはそのケンちゃんの場合引きこもりからなの。そうっすね、うん、あのそれっぽくないねとは言われるんですよ、うん、そういう経験あんのみたいな、意外だなっていうのはすごく言われる、うん、はいはいはい、どっちかなんかふざけてたりとか、うん、こうワッショイやってるようなキャラクターに見られがち、そういう側面ももちろんあるんですけど、でも僕のことをこうどんどん知ってくれる、知ってくれてきた人は、うん、意外に繊細だねとか、あそっかそっか、そういうふうなことを、うん、もうそういう自分も確かにいるなというか、うん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 、っていうのがあって、うん、その、まあ、うつ病、そういう病院に通ってたこともあります。でも入院したとかではなくて、うんうん、まあ、薬をなんかカラフルないろんな薬をいただいてた時期が、あって、それ何年前だろうな、うん、僕ずっと11年ぐらい飲食ずっとやってたんですけど、その飲食店業界を正式に離れることになってしまった出来事の時がもうまさに一番しんどい時ですね。都内の雇われですね。はい、自分で店やってた時もあったんですけど、雇われの店長で、まあ、すごいこうイケイケゴーゴーなファンとか常連さんとかめちゃくちゃいるような有名なお店の店長をやってたんですけど、でそこは11時から朝の5時までやってる、遅い時間のスタートなんだね。昼の11時から
朝の5時まで長ってる、ちょっと高級な芸能人の方とかも来るぐらいの、まあちょっと何ハイクオリティなお店だったんですけどね。そう、まあいくつか要因があるなとか、まあ僕まあ、大小合わせて5回ぐらい引きこもりの経験があるんですけど、はいはい、そのことをこう、うん、なんとか思い出しながら、うん、今日車でここまで来たんですけど、はい、苦しいことを思い出してもらって。そうですね、一番最初は高校1年生の時でした。あの小中学校までは一般的に言われる優等生キャラというか、うん、成績オール5、陸上部長、応援団団長、推薦で学区トップの高校に入るみたいな、あの学ランのボタン全部なくなるみたいな嫌なやつだやつだったんですけど、高校に入ってで半年間は通ってたんですけど、その後半年間学校行けなくなっちゃって、で高校1年で中退するというのが一番最初の時ですね。それなんか今紐解いてみると、はい、原因みたいのはなんか思い当たることある？大きく分けると2つあるなと思ってて、うん、1個は両親の不仲。あ、小学校中学校ぐらいまですごいこう何、僕の友達はみんな俺の親を知ってるっていう、うん、友達連れてこうキャンプ連れてってくれたりとか、うん、はいはい、へー、ケンちゃんの親父さんいつもニコニコ手振ってくれるよねみたいな自慢の親父だったんですけど、主な原因としてはその収入が減ってしまったことで、うん、おふくろが家事をやりながらパートもしなきゃいけない、でも家事は今まで通りおふくろしかしないみたいなところから、うん、おふくろがどんどん調子悪くなっちゃって、で親父も自分の収入が下がったことが原因だから、なんて言うんでしょうね、下手に出たくないというか、そこからどん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 こう2人の価値観の違いみたいなのが出てくる中で、リビングでこう毎晩毎晩怒鳴り声と泣き声が聞こえるのを部屋でひたすら聞くみたいな時期があってっていうのと、あとは中学校の時に抱いてた夢が先生になりたい、すごい大好きな先生がいたんで、そう学校の先生になりたいなっていう、でそのために横浜国大の附属高校に入ったんですよ。わあ、優秀だ。でそのまま横浜国大卒業して先生になるみたいなのをまあ安直に考えてたんだけど、僕が行ってた高校の担任の先生がどうしても好きになれない人で、なんか黒板に書くのをひたすらノートに写し続けるとかの学びが何もないというか、ただ写すだけ、そう写すだけみたいなこととか、あとはその時期 PTA がとか、あの保護者が先生を訴えるみたいなニュースがすごい流れてる時期だったんですよ。モンスターってやる、ああそういうそれの前段階ぐらいかな。先生になったらできることたくさんあるなと思ってたんだけど、先生になったらできないことってすごいあるんじゃないかなみたいなことを考え始めちゃった時に、こう高校3年大学4年行って先生になるって勝手に思ってたやつが急に崩れちゃったから、高校に行く意味が分かんなくなっちゃったんですよ。こう目的もないのに7年間学校っていう環境に居続ける意味って何なんだろうみたいなことをわーって考え始めちゃって、まあ、辞めることにして、でおふくろと一緒に家を出るというような流れになるんですけど、もうおふくろこれ以上いたらダメだからっていうので。兄弟は、はい、妹が2人います。妹2人も一緒に、妹2人は実家に残して、あ残してはい、ちゃんとお母さんに1回出たんだ。妹はもう次の受験があったりとか、まあ、学校もあるから、で俺はもう高校辞めてるんで、その場所に縛られてない。でおふくろが好きだって言ってた江ノ島に引っ越すみたいな、そ横浜出身なんですけど、はいはい、あ当時は 横浜に住んで、横浜実家に住んでて江ノ島に行く、そうです、っていう流れがあったんですけど、それが1回目。そうですね、だから居場所がないっていうのと目的がないっていうので、でもそのなんだろう、自信があったから、大丈夫、自分自身に自信があったし、両親が好きだったから、それが自分のなんていうんですかね、幸せだったのに、それがどん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 ボロボロ崩れていく中で、どうしたらいいかも分からず、手段も分かんないまんま、まあ、そこを離れるという選択肢しか生まれなかったっていうのがありましたね。それの決断に至るまで半年かかりました。誰とも会わない、でその時なんかスマホとかも全然ないじゃないですか、
何してたのか覚え、あ、そう、引きこもってる時何してたかあんま記憶がないですね。そうなんだ。でも時間が解決してくれた部分もあったし、期間的にはその時は 何ヶ月何日ぐらい、その高校行かなくなって、うんうん、次のアクションを起こし始めたらやっぱ半年間、半年間、その時は半年間でしたね、うん、その時までは小中とか前の保育園、はい、幼稚園はもう楽しい、楽しい、超楽しい、うん、笑える、だって第二ボタンとかまさに嫌なやつだな。そうだ、ある意味なんかイージーゲームだな、じゃないけどちょっと舐めてる部分もあったかもしれないですね。ちょっとわかるな、うん、そっからのギャップ、高1で挫折みたいな、そうですね、だし、まあ、勉強が嫌いなわけではなかったので、うん、目的があってそのために大卒を取る必要があるんだったら、うん、また行けばいいやっていう風なのも思ってたかもしれないですけどね、うん、はい、っていうのがまず高校1年生の時、はい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 、これが1回目、1回目ですね。あ、全部丁寧に言っちゃうと時間があれだと思うんで、まあ、なんかはいつまんで、はい、あとはその24歳ぐらいの時に古民家を改装して自分で飲食店を立ち上げてたんですけど、これ江ノ島で、それは東京ですね、練馬区大泉学園というところで、はい、やってたんですけど、その時、うん、まあ、ビジネスサービスはできるけど、うん、そのビジネスは全然わからないっていう中で、うんうんうん、なんとかこう手探りでやってたんだけど、うんうんうん、やっと軌道に乗ってきたタイミングで震災だったんですよ、ね、あのタイミングだ、はい、2011年、そう、まあ、本当にこれから見えてきたなってタイミングだったのに、その自粛というか、もう外で食うなんてありえないみたいなタイミングで、その予約も全部キャンセルになって家賃分も稼げないみたいなタイミングで、またどうしたらいいんだっていうので、やっと軌道が見えてきたのにっていうのでちょっと絶望して、どうしたらいいか分からず一回実家に帰って、その時は実家だったんですね、大嫌いだった親父がいる実家に帰って助けてくれって言って頭下げて、それは親父のこう器に助けられた部分もあったんですけど、っていうのが2回目、うん、で飲食の時その手番、うん、もう無理だってなって、うん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 、もう職場に急に行けなくなっちゃったんですね、うん、毎日職場まで行ってたその自転車に乗ったまんま、うん、もうダメだってなって、うん、こうちょっとハンドル切ってトラックに引かれたいって思うぐらいまで行っちゃったから、あ、うんうん、ダメだってなって、うん、そのままお袋が住んでる群馬まで、どうだ、その自転車のまんま、うん、チャリで行ったんですそのまま逃げてったんです家にも帰らず、でそのまま会社を辞めることに。あ、それのその時は、はい、きっかけは何だろう、そうっすね、まあもともとすごい有名な飲食店だったし、うんうん、その前の店長さんがすごいこう、うん、人望が厚い人だったというか、でキャラクターはどっちかというと僕とは真逆のような性格、すごい優しくて何でもいいよみたいな人からの引き継ぎで現場に入って、うんうん、僕なりにやれること全部やりたいみたいなところでやってて、常連さん引き継いでとかもあったんですけど、あんまり自分のパフォーマンス発揮しきれなかったというか、その前の店長のことを好きな人たちだらけで、それと比較がちょっとあったりとか、であとはやっぱり僕個人的に合ってなかったなと思うのが、あの朝まで働くっていうそのスタイルが、で朝5時に店が終わってみんな帰した後店長業務やって家に着くのが朝8時とか、で松屋の朝食食ってから寝て12時ぐらいに起きてまた仕込みに行くみたいなことを生活をずっとしてて、どん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 体がおかしくなっていく、で心もちょっとしんどくなっていくっていうのが積み重なって薬飲み始めるんだけど、こう改善されるのが一向になく、一向になかった。でエリアマネージャーみたいな人にこう相談をしてたんだけど、それを具体的にどうするっていう状況に行き着く前にこうハンドル本当にあと 0.5 秒行っちゃってたら、もうどうやったら職場に行かなくて済むんだろう、許されるんだろう、ここで事故ったら許されるじゃんみたいなところが、もう命においては一番ピンチだったかもしれないですね。下地さんはどう思う、その今の話で下地さんはどんな感じだった。だけどあの似てるっていうのところは、やっぱりあの業務がこうずっと繰り返されると、なんか個性じゃないんじゃないかみたいな、なんか自分じゃなくても代わりはいくらでもいるし、自分である必要がない、
そう、ある必要がないし、うん、存在感も別にいらないんじゃないのって、うん、すり替えをすぐできるし、うん、はいはいはい、で馬車馬のように働く、まあ自分の責任感から働いてるわけだけど、まあ、それは体が疲れてくるっていうか、うん、やっぱ急に来る、来る時急に来るっていう衝動はありますね、やっぱりこのほんのなちょっと触れる感じですね、ほんとにっていう感じで、でも自分自身では死ねないですよね、この一瞬のこの、うん、さっき言った自転車でプラッと行ってバーンってなったら終わりっていう、そういうのをこうイメージしちゃうと考えちゃう、どうしたら許されるんだろう、誰にも迷惑かけずに、うん、そうですね、さらっと、うん、なんかっていうのはあったかな、いやなんか俺も今日に備えて、うん、こうライン漫画とかで結構あるんですよ、あの3月のライオンって知ってる？あ、わかります、あの作、あの原作の人も将棋のね、そうそう、将棋か、あ、そうか、そうか、あの本のなんか原作なのかわかんないけど、あれの協力している岸さんも今うつ病らしくて、でやっぱ同じようになる、もうなんか電車とか乗ってたらいつ飛び込むかわからないとか、あのぐらいの感じにやっぱなるんだと思って、わからない、うん、そうですね、う急に来てるわけじゃないんですよ多分、うん、あ、そうなんだ、うん、なんかが一応溜まってはいる、明らかにどんどん、うん、そうなんでしょうね、うん、バランスを取るその真ん中の部分がどんどんすり減ってんのは確実なのに、うん、そこに気づけないというか、うん、だから気持ち的には、あ、急に、あ、もう無理だってなったけど、うん、つまり自分自身と向き合う時間が取れてないっていう、回復よりも疲弊の方が、うん、こうペースが早いからそうなっちゃったんだろうなとは思うんですけど、うん、なんかそうなる時になんかこうやっぱ考え方としてどういう、やっぱ責任感みたいなのがすごい出ちゃうのかな。そう、まあ人によると思うんですけど、うん、僕は罪悪感、罪悪感、前の店長はすごかったけど俺はできなくて申し訳ないとか、あ、それか、それだ、そうで、どっちかっていうとなんかサポートに回ってもらっちゃってるとか、でその罪悪感は僕はすごい強い時期があったなっていうの、まあ、あとは他人との比較ですよね、はい、あとまあ自信のなさとか未来が見えないとか、こう上向きになれる気がしないみたいなところ、あとまあ孤独感みたいなところもあったかなと思うんですけど、下地さんはどんな責任感でやってたの？いや責任感というより、心が傷つかない、うん、体の感覚もゼロ、うん、心もシャットアウトするからゼロなんですよ、うん、だから誰かが死んだとしてもその場で何の表情も変えないで、うん、あ、死んでるなっていう、なんていう、頭で考えられる範囲のこと、だから自分がいなくなったら大変そうだな、うん、で誰か代わりにならんといけんけどどうしようかみたいな、うん、だったらポンってあいつなんか病気かなんかわかんないけど、うん、来れないらしいよってなるよりは、うん、もう死んだから次は入れんといけんなみたいな、あ、もう強制的に、そうそう、世の中のこの仕組みがもう勝手に頭で理屈で計算するっていうか、もうそんな感じですよね、もう、うん、そのやっぱ、うん、なんだろう、心の中にはやっぱさっき言ってた誰でもできそうな感じがするみたいなのがあるわけ、できそうっていうのは代わりがいるみたいな、あ、いると思いますね、うん、だってそんなに、なんていうんですか、そんなに大したことないっていうか、うんうん、例えば今の、 吉田さんの話だったら前の人が戻ればいいだけだし、うんうん、自分である必要がない、そう、ある必要もないから別に自分だけ頑張ってるっていうのもおかしいけど、ここまで持てない自分も、うんうん、ここにいる意味もないし、だったら頑張れて回せてる人をその場に配置した方がもう理屈としては合ってるんじゃないのみたいな、でそこに自分で学びもないし、もう気持ち的にはもう行きたくないしかないから、行っても 何にも感じないし、なんか仕事に対する熱量も出てこないし、ケンちゃんの場合は その群馬に行くまでにやっぱそういう感じだったんでしょう、はい、熱量がなくなってきたとか、うん、行きたくないっていう、でもここ
ていけなかったら、うん、もう二度といけないだろうなっていうのを、うん、ずっとその状態そ抱いてもいたし、うん、同時にやっと解放されたっていう気持ちも確かにありましたね。あ、群馬行った時に、うん、そう群馬行く過程の中で、うん、もうあの生活はしなくていいんだって思ったらめちゃくちゃ救いもあったけど、うんうん、すごいパワーだよね。だって、うん、どこだ、東京から、東京からですね。あ、本当は自分が辞めますって言えばいいんじゃない。いや、それはできなかった、うん、それができなくて誰かに引導を渡してほしいんですよ、うんうん、責任感を感じすぎて一番無責任なことをするっていうのは確かにあったっすね。そうだから気づけっていうサインかもしれないですよね、うん、なんか、うん、ここまでやったのに誰も理解してくれないし、うん、なんかでも理解できるわけです。さっきも実家に帰れたし、はい、今回もお母さんのいる群馬に行ったっていうのはすごい大きいのかな、うん、行く先があったっていう。そうですね。でもその、まあ、実家も出てるし、うん、チャリでどれぐらいかかるのかな。朝夜水にこいで、いや休憩しながらだったのかな、畑でちょっとね仮眠取ってとか。うん、あれ何の話したっけ。だまあそうだね、だからその、うん、行けるハンドル切っちゃった話よな、うん、はい、そうですね。なんであの、まあ、今回話をラッキーさんにいただいて、うんうん、ここに来るまでの間にこう下地さんの、うん、過去の第1回のも聞きながら、うんうん、うん、俺どうだったかなと 思い出すのもマジでしんどかったし、うん、まあ、今すごい幸せだなと思えるからですけど、うん、こう二度と帰りたくない過去ばっかりだなっていう、うん、まあ、そのおかげで経験できたし成長できたし、うんうんうん、いろんな人と出会えたから、うん、このありがたい過去ばっかりなんだけど、うん、でも戻りたくはない過去がすごいたくさんあるなと思ってて、で結局俺今回、まあ、呼んでもらって何が伝えられるかなと思った時に言えるのは2つあるなと思って、まあ、今本当に今聞いてる人でしんどい人がいるんだったら、もう逃げていい、逃げていい、逃げていい、これはまず本当に言いたいなって思ってて、でもう一つの救いが、うん、あの鬱は心の病気じゃない、うん、ほう、心の病気じゃない、うん、体の病気だっていうのを俺は救いにしたいですね、うん、あ、まあ、前回もあのケンちゃんがゲストで来た時、はい、そうだね、妻のさやかが来た時に話しましたけど、まあ、今日も、うん、まあ、なんならさやかに来てもらってそのことについて話してもらおうかなと思ったぐらいだったんだけど、うんうん、改めて聞いたんですけど、うん、心って、うん、その確かめようがないじゃないですか、まあ、そうだ、いくらでも良くなるしいくらでも悪くなるし、うん、でもそれは他人には確認できない、うんうんうん、こう目に見えないもの、はい、だからそれをどう改善しようとかやろうと思っても、うん、なんかたかが知れてるというか、うんうん、結局は心次第だし、うんうん、そういう不安定なものに対してアプローチするのってすごい難しいと思うんですよ、うんうん、変数が多すぎて、そうなんですよ、正解にたどり着く可能性がもう限りなく低いよね、はい、それは。でも今その妻はその内臓生態というのを活動してて、お腹を触って腸が硬いかどうかは自分でも分かるし相手でも分かる、でもその結局うつ病って何なんだろうっていうのをさやかは今自然療法とかいろいろ勉強してますけど、結局脳みそに血液が行ききってないから起こることであると、まあそういう過程をして、で そういう施術をして、そうです、そうです、その人によっては効果が出てきて、はい、本当にこう肉体的にずっと杖ついて10年以上過ごしてた人が急に杖なしで歩けるようになったとか、その人間関係が良くなったとか、いろんな話をその施術を通じてこうお客さんの満足度がすごい集まってきてるみたいなんですけど、俺これってめちゃくちゃ救いじゃないかなと思って、そうよね、だからもう一つ、はい、チャレンジする、ね、価値のある、そこのスキルというか、うん、そのものが存在してるわけよね、うん、だからやってみて無理だったらまた次考えればいいけど、うん、まず、はい、そういうもうできるアプローチがあるんだったらそれをやってみればいい、うん、
腸内環境を整えるっていうのと、うん、あとは誰でもできることは咀嚼すること、うんうん、咀嚼噛む噛むよく噛むとそう噛み続けてちゃんと唾液を絡ませて消化酵素を混ぜた状態で胃と腸に流していくと腸がそのセロトニンの前回の話もあったし腸が血液を作ってるんですよ、うん、健全な血液を腸が作れてないから精神的に不安定になるっていうその事実ってもうゴール見えるじゃんって俺思うんですよ ね、うん、ね心とか人間関係とか精神状態とかっていうものって誰にもどうしようもできないこともあり得るけど、うんうん、確かに確かになんかその、うん、俺も最近聞いたまた音声コンテンツで言ってたのが、うん実は脳で考えているようで、うん、あのお腹で判断しているようなことが多いんじゃないかというのは、うん、日本語で腑に落ちるとか腹が立つとか、うん、その腹にまつわるその感情の表現とか結構あるじゃない、うんうん、それってやっぱ昔の人はやっぱ腹でも物考えてんじゃないかっていう感覚を持ってたかもしれない、ねうんうん、知ってたんでしょうね、うん、面白いなその腸は第二の脳であるっていう、うん、心臓いろいろあるよねなんか千島学説だったかなこう、はい腸でそこそこ、まあ、ケンちゃん言ったけど、うん、血液は脊髄じゃなくて腸で作られるみたいなね、うんうん、まあ本当分かってないことが本当いっぱいあって、うん、でもそうやって実際さやかちゃんがさやかちゃんっていうのは、今日来てるケンちゃんの奥さんなんですけども、はい、僕の妻ですさや先生ですねさや先生、はい、内臓整体師施術して、効果がまあ出てる人も確実にいるわけで、うんうんうん、やっぱその事実は一つやっぱ救いになるような気がするかな、はい、そうですね、うん体からのアプローチで、うん、その心の病が治るっていうのは、うん、本当今まで本当ない発想、うんうん、すごい前回の時も思ったけど、はい、本当こういうのをね、うん、みんなに伝えたいよね、うんうんうん、それが自分を大事にすることにつながっていくんだっていうところって誰でもできること、うん、よく噛んで飲み込めばいいんですから、うんうん、誰でもできることがあるよっていうのを、うんうん伝えたいなと思って、うんはいまあ、今流行ってるね、はい、なんだっけファスティングとかも、はい、やっぱり体を中心に考えて心を整えていくような感覚でしょ、うんはいうん、やっぱこういうのが割と今広がりつつあって、うん、少しはそういう改善にもつながるのかなやっぱそうですね衣食住を大事にするっていうことなんだと思うんですけど、うんうんうん、まさしくでもねケンちゃんが体現してる生き方もね、はい、そうです下地さんもまさにそうですよね、うん、自分の家を自分で作るとか、うん、食べ物を作るとかって、うんうん、そのさっきの生活とか衣食住っていうちょっとこれ話変わるんだけど、はい、こう俺はうつ病じゃない側で、うんしね、身内がうつ病になった側なんだけど、うんうんそういう立場の人間として聞きたいのは例えばどういう態度をうちらは取るべきなのかなっていうのはすごい悩むわけよ、うんうん、例えばこう傷ついた態度ってどういう態度なんだろうとかどういう言葉が傷ついたのかとか、うん、なんかそういうのもしあればちょっと聞いてみたいなって思ったんだけど、うん、なるほどですね、うん、俺一個いいですかあ、いいよ、うんこの前かぼちゃの収穫荒木さんの手伝い、はい、それこの人絶対打つならんなって思いましたなんで、ね、答えがあったそこ答えは、うん、もう まず豊作だから収穫量が多い、うん、そしたらもう本人は新規収納独立でウハウハな顔なんですよ、うん、で炎天下で素人の助っ人たちがいっぱい来てるんですよ、はいはいはい、箸しか持ったことがないような女の子とか、はいはいはい、わかんないけど、うんそういう人たちとかを見ながら、うん、なんか結構農業は厳しいだろうみたいなこの農業の厳しさは分かるかみたいなお前は誰だみたいな俺は農業が、なんて後継者不足とか、うん、その農業 3K きついとか汚いとか臭いとか、うん、そんな言われてるのに、うん、こいつがいるからもう農業のイメージが崩れるとなるほどだってあの暑い中で5トンのかぼちゃを収穫したんですよ、うん、はいはいはい、はい、で俺みんなが投げるから、うん、軽トラの上でかぼちゃを受け取るんですけど、はいはい、かぼちゃ1個意外と重くて硬いから、うん、左手首捻挫したんですよ、うん、みんながボーって投げるからおいおいおいみたいな1人か
から投げられるのか分かるんですけど、2、3人が投げてくるから、おいおいおいってなって、はいはい、で落ちそうになって、ぐきってなったんですけど、うん、でもこの痛みを、うん、こう感じるたびに、荒、うん、木さんの満面の笑みが浮かんできて、あの野郎って思いながら、だけど意外と、なんか人のこのアシスト、うん、サポートとかアシストをするのも悪くないなっていうのはちょっとあったんですよ、うんうん、でも本人はもう楽しくてしょうがないから、うん、みんなヒーヒー言ってるのに早くやらんと日が暮れるぞみたいな、うん、これが農業だみたいな、いやでもさあれ庄司さんが後ろがあるから急いでただけだったそうそうそう、いやでもああいう感じで来るときに、だから荒木さんはそういう感じじゃないですか、うんうん、だからこういうラジオもそうなんですけど、うん、なんていうんですかね、こっちはその気使ってるのがバレたりしない方がいいと思うんですよね、あのそういううつ病とかの人に対して、あ、うん、自然の方がいい、自然の方がもういいんですよ、うん、だからあのわざわざ気使ってこれ大丈夫大丈夫って言われるとか、うん、ラジオっていうコンテンツも対面じゃないじゃないですか、うん、いつでも聞けるし、結構人と会う時って緊張感もあるし、うん、はいはい、顔は怖いけど俺みたいに心優しい人いる自分で言うんですよそういうのも見なくて済むから、なんだろう、この部屋に引きこもってる、うん、だけどなんか下の方でおばちゃんたちがくだらない、うんうん、なんか話をしてるけど、うん、もうそれについてじーっと聞いてるみたいな、うん、そこに笑い声があったら、うん、なんか開けてみようかなみたいな、そんな感じの接し方もいいんじゃないかな、うん、自然体みたいな、うんうん、変に気ぃ使う、そうです、だからそっからそういう何ていうんですかね、こうもっと何かやりたい人をちょっとずつ引き込んであげたりとか、うん、ビーチクリーンでもいいし、うん、ちょっとずつコミュニティに入らないと、うん、意外と引きこもってる時って休憩だったらいいんですよね、うん、次のステップみたいな、うん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 、だけどそれが歩くことを本当に止めてしまうと、うん、もう出会いもなくなるし、そうよね、うん、でも俺みたいにかぼちゃ手首やりましたと、うん、だけどそれでも次の仕事をやらないといけなかったり、だから一応痛みは伴うんですよね、うん、だけどそれが自分にとって解釈、いい痛みに解釈できるかどうかっていうのは環境が多分作り出すと思うんですよ、その場の、うんうん、あれはあれで楽しかったから OK なんですよ、ね、なるほど、うん、楽しくなくて、もう全然この野郎って思ったら慰謝料請求みたいな話にもなるかもしれない、ね、今の話だと俺すっげー悪いですよ、ほんとほんと、だからこう環境もあると思うんですよ ね、でさっきの話だと、うん、その内臓もあるけど、うん、内臓と土も同じような仕組みで、ね、微生物によって生かされてるので、例えば咀嚼するのもいいけど、うん、咀嚼するものが、うん、下手したら変なものだったら、はい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 、それは腸に吸収されないから、うん、食は大事じゃないか、うん、逆にそれを作る方も怖い、うん、変なのを食わしてしまって、うん、それで腹壊しちゃったらどうしようとか、うん、なるほどなるほど、その食べ物が、うん、栄養としてその人を作れなかったら、うん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 、この値段の対価はどうなるのかとか、うんうん、そしたらなんか嘘ついてるっていうか、うん、それが知れば知るほど怖いなっていう、うん、作ることが、うん、だけど美味しいって言ってもらえたり、うん、調子が良くなったとか言われたら、うん、やっぱり生きる上で大事な食べ物とか、うん、一番大事ですもんね、住まいっていう環境だったりとか、うん、まあ、お金じゃない価値だよね、うん、そういう言葉はね、うん、なんかこの俺もこの吉田夫妻のラジオ聞いて、ふんどし履いてるけど流行りで履いてる2人なのかなっていう、高さも履いてて、だけど実際はこの体に及ぼす影響はちゃんとしてるっていう、そうですね、しかも日本古来のものっていうのはやっぱり建築でもやっぱりあの昔の大工が培ってきたの、差し金だったりとか木を読む技術とか、いいところがなんで今なくなったっていう、この昔いいことを忘れて、なんかさもかも新しく発見したかのようにやってるけど、みんな本当は昔からやってたんだよねっていう、それが地域ぐるみだったりするから、そういう自然環境とか人同士のコミュニケーションの環境とか、そういう場の崩れ方が、結局うつ病とか、うつ病とか、個性がなくなるような世の中だったんじゃないかな。なんか個性の話で言うと、これ
読書感想会につながっちゃう話がちょっとずれてしまって、ただ、ね、現代ってそのより効率を求めていくから、うん、やっぱ個性的でなくなることに向かっていくわけよね。うん、そうですね。だからもうこの流れが確かにもしかしたらうつ病とかに気にしてるかもしれんよね、うんうんうん、これは確かにそうかもしれないなと俺も思う、うんうん、俺だったらなんて言ってほしかったかな、うん、なんかあるイメージつくの、うん、でその許す、うん、許せてないんですよ多分その精神的に自分がしんどい時って、うん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 、で自分が許せないって、うんうん、世界とか社会とか誰かを許せてないじゃないかなって思うから、でも許してもらえることを経験として人を許せるようにもなると思うので、許してもらえたから自分が許せないってことは人をも許してないんだよっていうこと深いになるから、まずは自分を許してあげれば人も許せるしいいじゃんっていうところにたどり着くことを一緒にしてあげられたらいいかなっていう。要するに、まあ、話聞いてあげるとかでもいいのかな。うんうんうん、ああ、そうでしょう、ね。頷いてくれるとか。はい、あのワンピースの白ひげが部下に刺されてそれでも愛そうっていう。もうヒデはポカーンとしてる。僕ねでもワンピース読んでるんですけどまだそこ出てきてない。あ、そうそう。一つのピークを言ってしまった。いつもと違う。ネタバレしてる。それでも愛そうっていう一言は俺めちゃくちゃあれは響いたというか。やっぱりそうだよね。なんかこの受け止めてくれる人がもう何も言わないで受け止めて寄り添ってくれる人がいるだけでなんか全然違うような気がするよね。そういう時は言葉もいらないのかもしれない。やっぱハグとかもいいかもしれないですね。あ、ね、ノンバーバルのコミュニケーション、うんですね、皮膚であったかさを感じるだけで緩むものもあると思うから、うんうん、そういうのもいいかな。なるほど。男に手握ってくる。あ、本当、うん、うつ病、あ、友達に、うん、あ、俺分かるしね。そっかそっか、恥ずかしいけどでも誰でもできる。それがすごく単純で染みたりするってことですよね。あともう一つ最後にでいいかな、もう、うんうん、最後に聞きたいのがそのやっぱ回復したきっかけみたいなのって、うん、ああそうですね、うんうん、石垣来る前なのか。石垣来るきっかけになったのもちょっとそれに似た状況に2人で陥ってしまって、うん、言ってたよね、そうですね、うん、そうです。妻は体がもうガリガリになっちゃって31キロぐらいまで経っちゃって、俺はまた精神的にちょっと余裕がなくなっちゃってっていう中で改めて、うんうんうん、次っていうような形でさやかがポンって出て沖縄だって急に根拠もなく言い始めたのがきっかけで石垣に来たっていう流れがあったんですけど、そうだな、昨日来てから、うん、きっかけ、治るのはもう石垣に行くと許した段階でもう次がその ほぐれてる感じはあるけど、でもやっぱ時間 かな。なるほどね。結構でも時間がやっぱ大事なんだね。うん、やっぱその高校の1年生の時の半年間もそうだけど、じゃあそれを3ヶ月にできたかとか、それじゃあ1週間でギュッてできたかって言ったら、そういうことでもないような気がするというか、ね、うん、やっぱり時間が大事なのと、あとはもう逃げることがすごい大事なんだ、ね、そうですね。で そうなった俺を許してくれた人は、うん、ずっと許してくれるんですよ。でも許してくれない人が周りにいっぱいいたら、うん、簡単にまたその状況に陥りかねない、うんうん、だからそういう人たちから逃げればいい、ね、うん、そうですそうですそうです、うん、関係性とか環境自体をもう変えてしまうっていうことも一個の救いになるんじゃないかなっていう、うん、結構具体的なスキルの話だね、うん、はい、うん、いいと思うね。本当に本当になんかいい提示ができたかな、うん、俺ずっと時計とかずっと眺めてる時期ありましたね。引き込まれてて秒針がひたすらぐるぐる回ってんのをぼーっと見るみたいな時間がちゃんと今苦しい今が過去になってて、向こうから未来がやってきてるっていうのをこの時計の秒針でひたすらそれを信じるみたいな。でもやっぱ絶望はしないでね、そうやって考えると。やっぱ良くなりたいと思って、そう、共存してる感じですね、絶望と希望が。いやいやいや、まだなんかケイちゃん話したこと、これはっていうのがあった。あとでもさやか言ってましたけど、うん、あの日の光はとても大事だと。あ、太陽に当たる、うんうんうん、
何もできなくても太陽にちょっとでもいいから当たるっていうこと、おテントさんはすごい偉大だっていうのは言ってて、やっぱり夜の仕事は結構来るよね。いや、しんどかったですね。俺も一時飲食店やってた時あるけど、やっぱもう夜の仕事はもうやりたくないな、正直思って。きつい。眠りにくくないですか？もう全然寝れなかったですね。寝てるつもりでもなんか。眠れないのはやっぱ大きいね。あれはそっかそっか。そっか、うん、こんな感じかな。そうですね。うん、取れ高十分です。はい、いい話聞きました、本当に。うんうん、そしたら、はい、まあ、今回第2回のうつ病を語る回は、うん、回、うん、こんな感じで、終わりたいと思います、うん、はい、下地さん、けんちゃん、来てくれてありがとう。ありがとうございます、はい、ありがとうございました。下地さんまたゲストでよろしくお願いします。はい、じゃあ本日のゲストは、はい、吉田健吾君と、はい、下地博之さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。またお邪魔します。